スエンタメライブの時間となりました。イエーイ。MC はショート、ミカがお送りします。よろしくお願いします。塩ミカさあ、ミカさん、はい、2回目ですね。2月ですよ、2月。バレンタインじゃないですか、2月といえば。作りましたけど、ちょっと作りました？作ったんですよ、私。え、作るんですか？あげました？一の人とか。日頃お世話になってる。あ、それなんかお礼を込めてね。なんか片思いしてる人とかにあげたいんですか？ノーコメントで。いや、あれ？早速地雷踏んだか、これ。触れちゃいけない。拍手おかしいですね。拍手おかしい。いや本当に、仕事してたんですけど、はい、もう本当にこうもらえなかったですね。気が付いてないだけじゃないですか。あ、もらってるごとに。そう、もらってるごとにってことですか。いや、さすがにそれは気づくんですけど、いや、マジでやっぱ期待してたんですよ。ちょっと事務員さんの前とかこうちょっとうろちょろしてたんですけど、まあ別にそんなんなくて。え、もしかしてメカさん今日僕ないな、これないな。ちょっとまた来年はね、もらえるようにちょっと頑張っていきたいと思いますので、まあ、こんな2人でお送りしていきますので、よろしくお願いいたします。あっくっくっ、えっくっくっくっ、えっ、今日は新ウェーブをジャックしに来たんだ。やってしまえ、あっくっ、あっくっくっくっ、あっくっくっくっ、遊ぼう、遊ぼう、地球の笑顔なくす、あくー、あけけ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 、あくー、あくー、待て、お前だ。君と悪の帝王。いや、違う。こっちこっち。失礼。貴様何者だ。私か。お手玉で悪と戦う華麗なる魂の戦士、お手玉マン。行くぞ。行く。お手玉マンアタック。シーウェーブがジャックされるとこだったぜ。危なかった。改めまして、華麗なる魂の戦士、お手玉マン。拍手は早めに頼む。さあ、それではこのお手玉マン、シーウェーブ2回目の登場になるけど、まだ何者かわからない人たちのためにこんな動画を用意した。さあ、それじゃいいかな。動画準備 OK?Here we go! なぜ現れたかって？たまたまだ。一番初めは石の宮、二には二個修繕、三は桜の小五郎、四は姫の連邦人、四は四大手玉マン誕生。おい、お手玉マン。誰だ。お手玉マン。お前たち、やってしまえ。はっ。
会のニコ姉です。実はこのお手玉マンプロジェクト、ジャグリングやアクションなどをさまざまな分野で活躍しているアーティストたちが一つに結集した世界初のエンターテインメントショーなんです。これからどんな物語になっていくんでしょうね。地球の皆様に笑顔をお届けするため、私たちはどこへでも駆けつけたいと思います。出演のご依頼お待ちしてます。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、大手玉マンです。どうぞよろしく。さあ、今日は2回目の登場ということで、あらかじめまた皆様からいただいたこちらのハガキをもとに素朴な質問に答えていこうかと思うので、どうぞよろしく。ね、若干年賀状チックだけども、気持ち悪い。OK! さあ、それでは最初のラジオネーム、ゲゲゲの金太郎さんからのお便りです。お手玉さん、なんか前と顔が違うような感じがするんですけれども、気のせいでしょうか。ね、気のせいじゃない。なんと今までこういう仮面をつけていた、持ってきちゃったけどね。じゃじゃん、少女鉄仮面伝説。これ分かった人は年代が分かっちゃうかな。なんで仮面を変えたかって、たまたまった。目指せ流行語大賞。ね、まあ、とりあえず仮面を変えたことによって皆様方との心の距離が近くなったなって個人的には勝手に感じてるんだけど、どうかな。ね、じゃあとりあえず次の、手紙に行こうかな。こちら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 。さあ、お、また面白いですね。さあ、2枚目のお手紙こちら、ラジオネームスーパーにいるサイヤ人さんからのお手紙です。最初に出てきたあの、悪者たちは何者でしょうかということなんですけれども、最初にあの角が生えていたあいつ、あれは悪だもん。このオテダマンがオテダマで悪と戦うのに対して、悪だもんは魔法を使ってこのオテダマンと戦おうとするわけだ、なかなか手強い。そしてその部下にクーネルとアソブーっていう2人の部下だ。今一人しかいなかったよね。アソブは、今出てきたやつで、クーネル、まあ、おそらく今頃食って寝てるんだと思うんだけども、彼らはアクロバットを使ってこのお手玉と勝負をしてくるというなかなか手強いやつだ。さあ、それでは今日は特別、そんな彼らの日常を収めた一本の動画をある筋から入手した。なぜ入手できたかって、たまたまだ。かっこいい。いいね。じゃあ皆さん一緒に行きましょうか。じゃあね、たまたまだで動画が始まりますんで、行きますよ。行くよ。拒否権ないからね。行くよ。せーの、たまたまだ。
いろいろ突っ込みどころに困る動画だな。なんて言えばいいかな。うん、まあ、敵ながらなかなかあっためんだ敵だというふうに一応答えておこう。今度会うときは白黒つけてやるぜ。おお、なんだこの空気は。大丈夫か。さあ、それではどん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 後半の方に行ってみよう。さあ、続いての、あ、こちらですね、続いてのハガキ、ペンネームは中指姫さんからのお便りです。中指姫、親指姫、人差し指姫、世の中立ててはならないものがあるということを覚えておこう。 OK。 あ、何ですかこの動きは。大丈夫ですか。 OK。 さあ、それですね、お手玉マンさん、新しい必殺技ってあるんですかっていうことなんですけれども、あ、ちょうどあの1週間前に考えてきた必殺技があります。こちら、じゃん。一見ただのお皿、このお皿を使ってこのお手玉マン素晴らしい必殺技を考えた。パーグーチョキ。なんとお手玉をしながらみんなとじゃんけんができる。おお、さあ行くぞ。一週間前に考えたばっかりやからな、ちょっと張り切っていきたいと思う。じゃんけんポーンで、みんなタイミング OK、 タイミング OK。 ちなみにこの必殺技の攻撃力はゼロだ。じゃあ行くぞ。じゃんけんポン。おお、勝ったやつはいるか。勝ったやつはいるか、はい、何もないぞ。じゃあ悔しいからもう一回行こう。行くぞ。じゃんけんポン。おお、勝ったやつはいるか。はい、2代目お手玉だ。さあ、どうもありがとう。2代目、まあ、まだ1代目だからね。1代目お手玉がこれで2代目がこっちって言えばいいのかね。まあ、とりあえず自分でもよくわからないっていう感じなんだけども、どんどん行きたいと思います。さあ、それでは、最後の質問になります。これですね、これこれこれ、まあ、はがきが3枚しかないけど4枚あるふりをしなきゃいけないからね。じゃあどういきたいと思います。ラジオネームライオンキングコングさんからのお便りです。好きな食べ物は何ですか。おお、これはいい質問だ。好きな食べ物、このお手玉、丸いものが大好きだ。なぜか。お手玉しやすいからだ。尖っているものが苦手。なぜか。お手玉しにくいからだ。だから丸い食べ物だったら基本的に何でも大丈夫。オレンジ、玉ねぎ、あと何があるか、たこ焼き、全部大丈夫なんだけども、最近1個スリリングな食べ物を見つけてしまった。なんだかわかるか。わかんない。みたらし団子だ。最初これ3つ並んでるだろ。並んでて、おお、丸いで、食べた瞬間に尖ってるものが出てくる。その恐怖と味わい、両方が一度に楽しめる。まさにダブルエクスタシーだ。まさにヒュージェットコースター。気分はまさにジェットコースター。さあ、じゃあね、このお手玉、仮面が変わったんでちょっとテンションがちょっと変な風になっちゃってるんだけども、さあ最後にこの新しいマスクに変わったところでお手玉のテーマソング一緒に歌ってみよう。みんな一緒に歌ってくれる人。はーい、3万人の皆どうもありがとう。さあ、どんどん行きたいと思うぞ。じゃあ BGM OK? OK? 行くぞ。待って、大事なことを忘れていた。一つ、一緒に振り付けをやらなければならない。簡単な振り付けだから一緒に覚えてくれ。右手、左手、夢をつかんで、 Everybody smile。 右手、左手、夢をつかんで、 Everybody ジャン。これだけだ。強制参加になってるからよろしくお願いします。okay。 じゃあ、お客さん、さっきはすまなかった。後で必殺技を見せてやるからよろしく。okay。 さあ、それでは準備はいいかな。いいかな、音響さん。 OK。 OK、 ワン、ツー、スリー、ヒアウィーゴー。
け夢をつかんで Everybody Jam 見て OK 見て夢をつかんで Everybody Smile 見て見て夢をつかんで Everybody Jam CWAVE センジュレクロスエンタメライブ MC を担当しています西川美優です。毎週火曜日19時から配信中です。見てねー。センジュレクロスエンタメライブ第1火曜日担当しています山口敦史です。この番組は毎週火曜日19時から20時 YouTube ライブ生配信してます。見てねー。ネット放送局 C-WAVE 千住で暮らすエンタメライブ MC をしていますショーです。毎週火曜日19時から配信中です。よろしくお願いします。毎週火曜日19時からお届けしている千住でクロスエンタメライブ MC の宮島めぐです。素敵なトークと演奏ぜひ見てください。よろしくお願いします。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな。あら、どうしたの？一体ね、つけた顔してるね。もうまっすぐだよ。下の口で、あそこで元気もらえるよ。いい湯だったな。あんちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街。あったかいな足立。圧倒的なニュアンスで染み込む。
あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔に出会うたび、何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって。一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく、包んでく。遠くにいるあなたへと、近くにいるあなたへと、どこまでもこの道を行こう。君の笑顔待っているんだ、あの街が待っているんだ。想いを乗せてハンドル握る。今日も明日も未来へ運ぶ。僕は夢を追い人、ドライバこの番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャン、ネット放送局 C ウェブ7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住アットマーク cwave.jp までメールしてください。また現在ご覧になっています YouTube、Facebook の cwave チャンネル、そしてショールームでもコメントができますので、こちらの方にも書き込みよろしくお願いいたします。はい、改めまして今夜のゲストは我らがヒーロー、お手玉マンとニコ姉さんです。ありがとうございます。どうぞよろしく、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あのね、何から話していいかね、ちょっとこれ迷うんですけど。MC さん頼むよ。お願いします。今日はね、ハードルが高いんだよ、今日。うん、いや、でも、2回目ということで、はい、どうでしたか？いやー、やはり違った緊張感がある。なぜか。ここから下が出てるというところだな。たまたまじゃなかったんですね、そこは。これは緊張感があるのはたまたまじゃない。これはもうケースバイケースだ。いいか？ケースバイケースなんですね。うん、この俺も、まだまだだ、はい。あ、うまい。新しい。うまいですね。あれ、ニコ姉さんは、なんか出てましたけど、はい、ビデオに。私はお手玉の応援、はい、応援サポートさせていただいてます。はい、ショーでは、お手玉ショーの MC をさせていただいてます。そうなんですね。普段はお手玉さんの、はい、ショーの MC をされてると。はい、なるほど、はい。彼女の声援があるから、はい、こちらがパワーをもらえて、お客様の声援からパワーをもらえて、アクタモンを倒すことができる。なるほど。素晴らしい役割だ。重要なポストですね。はい、すごい重要なポストです。どこかでお会いしたことあるようなあれですけどね。なんか一緒に仕事したことあるような、はい、知り合いかもしれないんですけどね。はい、普段はもうお手玉さんのアシストをされてると、はい、その通り、はい、いやでもすごいですね、あの純粋にお手玉と今日はお皿を、うん、そう、これはなかなかな、はい、お手玉、最初はおばあちゃんに教えてもらった。おばあちゃんに、あの、はい、駄菓子屋のおばあちゃんだな。駄菓子屋に、リアルな話ですね、急に。そう、動画出てただろ。出てましたね。あれ学んだか。
これね使ってるうちに、はい、横で泥棒が通り過ぎたんだ。子供の頃の話だ、はい、そしてこのお手玉を使って偶然その泥棒を倒してしまった、はい、そこから正義の血が目覚めた。なるほど、そこからヒーローになろうと。その通り、正義の血だ。赤だからなさあ続けてくれ今日楽しくなるぞこれ今日楽しくなるぞ。お楽しみ。結構練これ聞いていいのかな、結構練習されたんですか。当然だ、ヒーローでも訓練は必要だから。おー、なるほど。寝て起きて食べて突然できるわけじゃないぞ。なるほどですね、うん、お皿も1週間前に練習された。お皿はそうだ、1週間前というとなんか急にリアルなタイムで時空を超えた練習とでも言っておこうだそうです、はい、あとそうだ、あのマスクを変えられたんですよね。そうです、マスクを変えた、うん、前回のと、うん、そう、まさにたまたまだな、本当に。それは本当にもう、うん、たまたまなんですか。たまたまなんです、はい、なぜかこれね、いきなりハードル上がった質問してきたからびっくりしてるなるほどなるほど。あれだ、やっぱりな、その、はい、ハートトゥーハートのところが前回の仮面に比べて必要になったんじゃないかっていうな、世の中からの空気を感じ取って思い切ってここから舌を出すことにした。先ほど親近感が湧いたなんて声も、おお、はい、ありがとう、出てました。それが狙いだ、はい、ところがこれ油断できなくなった。はい、うん、なぜでしょう。ここから下、以前はヒゲが生えてもオッケーだったけど今回は生やせない。なるほど、生やしちゃうと、はい、生やしちゃうとヒーローじゃなくなる。ニコ姉さんどうですか、印象は。そうですね、なんか前の印象よりもやっぱ親しみやすさが湧いて、ちゃんとね、ケアさえしてれば大丈夫ですよ。ケアさえしてれば very キレてる素敵ですよ、うん、どうですかね、皆さん、ニューフェイスは。ニューフェイスあ、後ろに出てますね。おお、いや、なんかね、どうだ、言っていい、悪っぽいっすか、ちょっと。悪っぽくないっすか。怖い。そう、ね、敵かなってちょっと思っちゃいますよね。あ、そっか。なるほど。過去の自分と戦うなんて話があってもいいかもしれないぞ。いいか。あ、いいですね。いいか。それ見たい見たい。見たい見たい。みんな見たい、ね、見たい。見たい。見たいか。見たいか。この先お楽しみ。お楽しみ。楽しみ。でね、ミカさんもちょっとずっとね、結構笑って見てらっしゃいましたよね。あ、どうもありがとう。いやいや、でもなんか、いや、お手玉もすごいんですけど、なんかお手玉以外のアイテムで攻撃ができるのかな。あ、これいい質問ですね。でいい質問だ。できます？できるぞ。さっきお皿でやってた。お皿でやっただろ。でもあれ攻撃力ゼロですもんね。攻撃力はゼロなんだ。じゃんけんぽんですか。攻撃力は基本的にお手玉しながらやるからパワーが上がる。なるほど。お手玉パワーで敵をパンチする力が上がるというわけだ。だから投げるもののアイテムというよりは、はい、その技の流れというものが重要になる、はい、かといって他のものが投げられないわけじゃない、はい、じゃあちょっとここから一本別のものを持ってこよう。 OK、 あるんですね。いや、前代未聞だろ、途中退場確かに。なんだろう、なんでしょう。ニコレさんも知らない。わからないです。これからお手玉が何をしようとしてるのかさっぱりわからないです。これはなんだかわかるか、なんだかわかるか。あ、立っちゃダメだ。カメラにもいろいろあるんだ、みんな。視聴者のみんなが僕ぐらいの身長だったらいいかもしれないですけど。さあ、これは都合上銘柄見せられないことになってるからな。オッケー。じゃあこのペットボトルと、はい、この玉でやってみようじゃないか、はい、ちょっとどいた方がいいですか。おお、おお、え、すげえ、すごい、おお、すごい、え、お手玉マン、すげえ、お手玉マン見事。すごいですね。初めてだな、かっこいい。かっこいいって言われたよ、お手玉マン。かっこいい出てきましたね。ありがとう。かっこいい出ましたよ、ミカさんの。出ました、うん、はい、ちょっとね、今日は寝られんさそうだ。女子の黄色い声援が出ましたよ。そう、黄色い声援。おー、いろんな色に対応できるということです。いろんな色に対応できる。すごいな、ね、紫とか困る。さあ、どんどん質問に。これ、なんかこう、やりたくなりますね。ぜひやってみてくれ。いや、無理なんですけど、無理なんですけど、なんか身近にあるものじゃないですか。その通り。結構なんかこれ回せるかなって、できるかなって思うだろう。はい、うん、まずはみかんとかな、いろいろ丸いものから始めると投げやすい。
とんがってるものはダメですね。とんがってるものは投げにくい投げにくいとさっきみたらしが団子の話したけど、はい、なかなか強敵なんですよね。ペットボトル3本とかはできるとは思うがちょっと無茶ぶり無茶です練習ゼロでできるようになるとは思えない修行が必要なんだね。修行が必要だ、当然だ。時空を超えた修行が必要だ、はい、これずっと気になってたんですけど、なぜお手玉なんですか。これはいい質問だてかさっき答えたような気がするんだけど、あのおばあちゃんに教えてもらった。おばあちゃん、はい、駄菓子屋のおばあちゃんがお手玉をやってるのを子供ながらに遠目で見てたわけだ、はい、何もないぞこっち、はい、2回目です、はい、それでおばあちゃんに教えてもらった。なるほど、それがたまたまお手玉だったと。そう、たまたまお手玉だったってことだ。やり忘れた、ごめんなさいやり忘れた、いるぞ、せーの、たまたまだ。大バチ、ちょっと右左逆だったけど。そうですね、僕ちょっと左利きなのですいませんね。ニコ姉さんからもお手玉の魅力をちょっと教えてほしいんですけど。お手玉の魅力、普段ゆったりします。うん、いつもかっこいいなと思うんですけど、やっぱりねお手玉は地球の皆さんの笑顔を守るために戦ってくれるので、はい、ショーでは、ね、子供たちのために一生懸命戦ってくれるんだよね、はい、その通り、完璧な回答ですね、はい、地球の笑顔を守るためだ、はい、さあ、ミカさん、いや、ミカさんがねちょっとポカーンとしてたんで、ミカさんがいや今の3つのこれに何で意味があったんだ、うんうん、これはあのポーズ、ポーズです、ね、ポーズ、あとねこれ見えづらいかもしれないんですけど、こうベルト私気になってるんですよ。ちょっといいところに、いいところ、なんかお手玉のベルトなのかなと思いきやちょっと違うんですよねこれ。ん、いやお手玉っぽいベルトじゃないか、ここでボールがいやなんかちょっと違うかなと。何が違うこれなんか模様みたいになってません、ね、なんかお花に見える。だってお花に見えた上でお手玉最高じゃないか。確かに移動しいだろ、確かに、うん、このベルトで最強のパワーが得られる。あ、うん、なるほど、その通り、その通りベルトというのはね非常に大事なアイテムだ、はい、なぜなら、ええ、ちょっと練習不足な時にお腹を引き締めてくれるから、はい、なるほど、その通りだもうリアルなところです ね、 あとはズボンが落ちないようにする、これ実用的な理由だな、実用的なさ、あの変身ポーズみたいなのあるんですか。変身ポーズ、変身ポーズ、変身ポーズといっても日常がこれだからなもう、まあ、もうすでにこの状態なんですね、うん、この状態でいるというのもあるんだが、はい、変身っていうバージョンないな。確かに、なるほど、確かにそういうバージョン作ってもいいかもしれない。ちょっとじゃあ日頃全く違う服装でいて、そうです ね、 ね、この北千住の街を歩いてて誰もお手玉とは気づいていないけども、はい、トイレから出てくるみたいな感じ、ね、はい、うん、それはいいかもトイレじゃない、変身だ、トイレから出てくるダメですね、ダメです、ただ着替えただけじゃねえかみたいな、ね、着替えたわけではない、変身は大事だ、変身ですからね、いいな、お手玉変身バージョンちょっと考えてください。ちょっと考えて、ちょっと考えて、気になります、うん、ニコネいろいろアイデアをくれ、なんかキラキラした変身シーン欲しいですね、すごい求められてますよ今、どうしよう、どうしよう、うん、どうしよう、さあどんどん求めてくれ、はい、先ほどもショーで最初、悪の、はい、悪だもん、悪だもん、はい、悪だもんと、はい、今日は遊ぶ、今日は遊ぶ、遊ぶ、もう悪魔1分の1っていう、なるほど、うん、もう一人敵がいるんですけど、で遊ぶとクーネルがいるんです、はい、今日来てくれたというか、今日ね、まあ、襲撃に遭いましたけどね、我々もね、はい、襲撃今後ろにね、てますね、ちょっと左が遊ぶ、はい、今日で遊ぶ、ね、クーって書いてある方がクーネル、クッチャネクッチャネしてるから、まあ今クッチャネクッチャネしてる、クッチャネしてる状態で遊んでばっかりの遊ぶ、さっきね来てくれましたね、そう、と悪だもんと、悪だも敵ながら手強い、手強い、魔法を使うんですよね、魔法を使ってくるわけだ、なかなか手強いぞ、催眠術とか使ってくるから。眠っちゃうやつですね。そう、眠っちゃった。何回ぐらい戦ってるんですか。何回ぐらい戦ったことは覚えてないですか。何回ぐらい戦ったか。いつもななんか変なタイミングで襲ってくるんですよ。いや今日ここへ呼ばれたと思ったら突然いきなり出てくるわけだ。いやもうびっくりしましたね。先回りしてるわけだよ。はい、ね。どこからか情報が漏れてるって。なるほど。危ない。シーウェーブ危ない。どこからか。どこからか。スパイがいる。スパイがいるっていうことで。シーウェーブ内に。スパイじゃねえよ。だあ実は。味方だ味方。悪ねみたいな。悪ね。悪ね。そんなことそれいいアイデアだぞ。向こうも向こうも応援団がいる。なかなかすごい、うん、どんどん広がっていくじゃないですか。どんどん広がっていくから素敵な輪が広がっていきますようにってわけじゃないよ。その悪が増えたら困るじゃないすごい背中叩かれたんですね。敵が増えちゃう。悪ねが、うん、悪だもんは笑顔が大嫌いなんですよね。そう笑顔が大嫌いな、うん、マスク笑ってませんでしたっけ。笑ってるのは自分だけでいいって、なるほど。お前たちは笑わないでいい、はい、笑うのは俺だけだというまさに正真正銘の悪じゃないか、うん、なるほど、うん、手強いだろう。
だからこう敵対してるわけですね。その通り、地球から笑顔を奪おうとする赤だもん。いつでも立ってやる。見てなかったでした。見てます、見てます、見てるか大丈夫、うん、きっと家で見てます、家で見てる、うん、この配信を家で見てる、うん、この配信を見て家にいるんですね。家にいるかもしれない。さっきね、やられちゃったから。さっきのが家か、あれは、あれ事務所か。事務所、アクダモン紹介とかいうね、事務所かもしれない。アクダモン紹介、はい、紹介なのか。なんかそういうなんか悪の組織の、はい、お金回してるってこと、経済回してる。なんか副業があるかもしれないけどね。それが表の顔だということだ。この3人が今頃ね、家の入り口なのかな、家の入り口。これは新宿の中央公園。家の入り口じゃない、うん、これが醍醐味ですよ皆さん、これが醍醐味です。言っちゃったよ。そう、さっきこのアソブとクーネルたちの、うん、日常の動画が流れましたけど、あれ、うん、オセロやってましたよね。普通オセロやってない、あいつら多分、はい、まあ、クー寝るとアソブだから、アソブが大好きなわけだ。なるほど。だから、はい、悪魔の仕事をせずに遊んでばっかりのところを多分悪魔が登場して怒ったってこと、うん、怒ったっていうところが最後悪魔の顔になってて、うん、そう、たまたまな、はい、たまたまな。うん、左から行っちゃう、左っちゃうね、左利きながら。じゃあ分かった、今度左から行って、せーの、たまたまだ、うん、たまたま悪玉になっちゃったってことだよ。たまたま悪玉の顔になってた。なんで悪玉のフォローしてんだ俺。詳しいね、さすがお手玉ね。ね、長年のライバル、ね、詳しいわけだ。良きライバルになってますね。良きライバル、もうライバル超えてるかもしれない。毎回戦ってるからね。そうだな、そうだな、広い意味でのファミリーかもしれない。そんなわけはないぞ。そんなわけない、そんなわけないですよ。いつか倒してやる。見てるか、うん、見てるか、悪玉は。家で見てるか。あ、カメラあっちか。もう見てるか。家で見てるか。そうで、ここからですね、はい、ちょっと普段の活動とか知りたいんで、はい、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、はい、そうだな、この仮面が変わるまで、まあ、いろいろショーをやっていたんだが、はい、やはり仮面が今度変わったということで、はい、またリニューアルということでショーを今後していこうかと思って、はい、ただその前にまずは動画配信だ。動画配信ですね、うん、このようなか、ね、このような新しいフェースになったということで今後、はい、そのような配信もどんどんやっていこうと。ビフォーアフターが出てますね。いつの間に、いつの間に、いつの間に CWAVE にお手玉一味が現れて、神スタッフさんがね、いらっしゃるんでね。あ、ありがとう、うん、ポーズ、ね、やっぱ全然違うね、こうやって見るとね。今度ニコニーとしてここに座ってくれ。お、ニコニー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 。スカウト出ましたよ。スカウト出ましたよ。なるほど、やっぱはっきり表情が出ましたね。わかりやすいですね。肌は油断できない。スキンケアもね、スキンケアも大事、重要だからね、うん、ヒーロー、ね、今後はやっぱりこうマスクが新しくなったので、うん、さらに、ね、ヒーローショーもやっていきたいなと思ってるんですよね、うん、思ってる、はい、うん、でもその前に動画配信もしてるし、おてだまんは今インスタグラム、ツイッターをやっているので、うん、みんなフォローしてくれ、はい、もうおてだまんでひらがなで調べれば出てくるからな。インスタとツイッターですね、大手ダマンでひらがなで検索してくれると、ホームページも出てきますので、うん、お仕事のご依頼もお待ちしてます。そう、ぜひ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 、ね、なぜか俺が現れる、はい、この大手ダマンが現れるところに悪ダマンも現れる。なるほど、うん、やっぱチェックされてますね。チェックされてるな、お依頼までチェックされてる。うん、スパイがいる。結構普通に動画 YouTube とかでも、はい、見れる、 YouTube も、はい、お手玉チャンネルが、お手玉チャンネルがありますので、お手玉チャンネルがあるんですね、はい、その通り、ぜひ登録していただいて、はい、ぜひぜひチェックしていただければ、ね、と思います。はい、さあ今後もね、じゃんけんの動画なりいろいろ上げていく予定だから、みんな楽しみにしててね。じゃんけんめっちゃ楽しかった、はい、楽しかったか、はい、うん、でも勝ってもなんもないんですよね。笑顔があるじゃないですか。うまい。あと2代目、ね、2代目お手玉、そう、2代目お手玉、ね、いろんなものを復習していく、はい、うん、そうだ、こうして全員がお手玉になっていく。お手玉計画、お手玉計画、埼玉化計画じゃない、お手玉計画、お手玉計画、お手玉計画、世界お手玉計画、はい、でそのミカさんは、うん、衣装がなんかね、そうですね、日頃は衣装を作るんですけど、その衣装は手作りですか。おお、気になる。これはこれはこれはなかなか変化球が来たね、ここから。あ、変化球ですか。変化球だな。今まで直球、割と直球かフォークボールの、ね、質問が多かったんだけど、グワンってきましたね、グワンってきましたね、うん、ある意味危険球。そう、これはな、まあ手作りだ。すごい。そう、おお、そうなんだ。そしてこのファッション、このファッションみんないろんな方々、このお手玉で悪と戦いたいという方々が一緒になって考えた傑作であるということだ、うんうん、思いが詰まった衣装なんだね。思いが詰まった衣装だ。いざとなれば
球がなくてもこれを投げられる。そうなんです。そう、肘と膝に膝にそれにもあるぞ。そう、肘と膝 に、 帽子のところにたまたまがついてるので、はい、いざとなったら、ここ、 ここじゃなかった。こっちですね。はい、はい、うん。たまに忘れるときが。以前はここに抜けていた。微妙だろ。確かに確かに。だから1個になったんだ。うん。前はここにも乗ってたんですか？前は、いや、前ここに乗せようかというアイデアがあったんだから、ありましたね。どうも締まりがないんだ、ここに。うん、だから、こうなった。なるほど。そう。みんなの試行錯誤が詰まって、この形になった。その通りだ。やはりヒーローはな、外見から入らなきゃいけない。大事ですよね。やっぱかっこよくなきゃ、やっぱヒーローじゃないですからね。水飲んでいいか。どうぞ。片手で開けられる。確かに。お手玉ウォーターですね。お手玉ウォーター。お手玉ウォーター。みんな家でやってみてくれ。今までショーでも結構いろんなものを投げてくれたんですよ、ね、投げたなあ。何投げて、例えばだな、バドミントンラケットだったりとか、はい、あるいはサッカーボールも投げたことがある。投げましたね。投げましたね。あとは、いろんなマイクも投げたこともあるし、はい、まあ、でも壊れなきゃヒヤヒヤしてるものをぐる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 しましたね。全然丸くないじゃないですか。もういや、もう苦手を克服しなきゃいけないじゃん。尖っているから。そう、その通りだ。そうそうだね。尖っているのは投げるのは苦手だけど、はい、いつまでも苦手じゃいられないだろう。はい、お手玉はパワーアップしなきゃ。すごいですね。お手玉ショーの間にお手玉が修行をするっていうシーンがあるんですよ。なるほど。その修行のシーンでお客さんが選んだものを投げるという、投げる、すごい、ぶっつけ本番な、うん、そう、かなりぶつけ本番だ。時間が、お時間があって、なるほど。そう、なので会場の子供たちにどれにするってね、いつもね、選んでもらって、今なら変えてもいいぞっていう。子供なかなか変えない。子供なかなか変えないんだ、うん、ちょっと圧をかけつつ、なるほど。だってこれ投げたら強くなれるんじゃないかなって、はい、あの会場の子供たちが選んだものをお寺マンが投げるって、修行をしてさらに強くなるというシーンがあるんですね。見てるお客様も参加型のショーになってる、はい、その通り、ね、うわ、それ楽しいですね。楽しいだろ。選びたいよね、選びたいよね、選びたいよね。この前大変だったぞ。はい、バドミントンラケットとサッカーボール選んできたからな。うん、なかなかタフだぞ。バドミントンのラケットとサッカーボールを同時にじゃ、ね、ラケットとサッカーボールとこのボールを同時にお手玉をする、ぐるんぐるん回して、ぐるん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 、うん、できるんだ、うん、ね、できたんですか。もちろん、もちろん。おお、すごい。そこで成功しなかったら進まないだろうだって話が。それぶっつけ本番なんですよね。はい、ぶっつけ本番だ、当然。うわ、すげえ、お手玉すげえ。すごいんですよ。なので、そんな、うん、ね、そんなすごいお手玉さんに、そんな時間がね、はい、ありがとうございます。お手玉さんにお便りが来てますのでご紹介します。はい、お願いします。翔さん、美香ちゃん、お手玉さん、会場にいる T 君、ニコネ、こんばんは、デニコです。こんばんは。こんばんは。2回目の出演おめでとうございます。ありがとう。お手玉さん、変わらぬ鮮やかな手さばき、ショッカーみたいなのが出てきてびっくり。びっくりしたな。お手玉さんにもショッカーみたいなのにも会いたかったな。ショッカーみたいなの。ショッカーみたいな。うん、遊ぶ、一応名前がクーネル遊ぶっていう名前がある。ショッカーみたいなのないぞ。お寺間さんは声が渋くて素敵です。さて、今日は何の日、はい、今日は方言の日です。鹿児島の大島地区文化協会連絡協議会が衰退しつつある奄美の方言を保存したく制定しました。皆さんはどの地方の方言が好きですか。お寺間さん、次回出演するときは見に行きたいと思います。それではまた、バイチャー。ありがとうございます。ありがとう。方言、どの地方の方言が好きか、どの地方の方言が好きか、いきなりリアルな話になってきた。いきなりリアルなプライベートに迫るような話ができたな。リ ア,、ね、リアルな話、そうだな、やはり関西弁というのはなかなか馴染みがある、うん、1回だけ関西に引っ越したことがある。おお、お手玉、関西へ引っ越すとかあんま言わない方がいいんじゃないですかね。いや、いいね、いいね、いいね。それは小さい頃の話だ。小さい頃、子供の頃ね。だからテンパるとね、うん、最初に覚えた言葉がおそらく東京弁ではなく関西弁なんだ。なるほど、なるほど。だから突然何か気持ちが高くてテンパった時には、はい、何やってんやお前みたいな感じの言葉が出てくるような時もある、ね、ただお手玉のショーの時は出てこないようにしてる、はい。お手玉ん語だからね。お手玉ん語だからね。お手ご、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 お手ごっていうのがあるんですね。お手ごっていうのが今できたの。今、はい、今生まれました。ここ発祥だ。なるほど。しかも今っていう、ね。今ってね。ニコネ方言は、うん。そうだな。うちは母が滋賀県
なのでやっぱちょっと関西の血が流れてるハーフなので、ハーフハーフっていうのかな、ハーフなんか、まあ、関東と関西のハーフなのでやっぱ関西弁は馴染みがあります。へ、うん、もうなんか名古屋あたり越えたらもうちょっとそっちの言葉になっちゃうかなっていう、はい、あ、みごみゆさんじゃない、みにこねにこねさんはにこねさんは出ないんですか、方言、その母の。あー、でも、でもたまに、ね、なんかね、みんなが関西弁で話してたりとかすると、はい、なんかあー、つられ、まあ、つられちゃいますよね。ありますか？いや、やっぱね博多弁、博多弁、博多、福岡とかの あれや、特に女の子限定で申し訳ないんですけど、かわいいですね。そこ出身ってわけじゃないのか、出身ってわけじゃないです、出身はもうバリバリ神奈川県なんで、バリバリ神奈川県だけども、はい、博多弁に心打たれて、心打たれますね。 あります、私栃木県出身なんで、もう U 字工事の印象しかなくてす、あー、なるほど、もう絶対人には聞かれたくないですかわいいですよね、方言女子、方言は、正直どこでも可愛いですよ、方言、どこでも可愛いです、京都とか、うん、上品な、上品な感じが好きです、私は。なるほどね、やっぱね、聞き慣れない良さがまたありますよね。そうですね、今度ぜひなんか、うん、あの、ショーの時に関西弁言葉を使ってやる、いいじゃないか、いいじゃないですか、いいじゃないか、やってみましょう、うん、ね、今日2人にたまたまやねんみたいな感じか、たくさんジャグリングをなんか見てもらったので、なんかちょっと2人もちょっと体験したくなってきたかななんて思ってるんですよ。その通り、はい、ないよそれは。え、今日はちょっとアイテムを用意してるんです。簡単にお手玉ができるという、可愛いですね。ニコ玉を用意してきた。はい。ニコ玉。ニコ玉。いや、さっき あってずっと気になってたんですけど。可愛くないですか？可愛い、可愛い。ニコって。うん、ニコってしてるんです。これニコ玉っていうの。ニコ玉。はい。まず突然3個お手玉しようって言ってもなかなかハードルが高いだろう。できないです、ね。うん。だからまず1個から用意してきた。はい。行くぞ。はい。じゃあちょっと。じゃあまず例えばこういうものが。はい、おお、さあ頑張って、はい、おお、おできた、おお、できた、筋がいい2代目3代目襲名です、そう、すごいな、あ、うん、むずい。さあそれじゃあお手玉のこの技、おお、え、すげえ、これはね、難易度マックスですよ。お、やってみるか、どうかな、どうかな、そう、ここで弾いてできるかな、お、あ、すごい、惜しい、でもこれ突然弾くとこまで行く人はなかなかいないぞ、すごい、お、翔さん、うまい今隠れて乗ったことにしとけばよかったよ、うん、素晴らしい、レッツチャレンジ、レッツチャレンジ、レッツチャレンジ、それはそれで、よし、かわいい、それはそれで、なんか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 センスがあるところの2人は、うん、なんかめっちゃセンスありますよね、ありましたね、え、これ楽しいですね、楽しいだろう、このニコ玉、はい、ぜひぜひ皆様チャレンジしてみてくれ、ショーの後にこのニコ玉教室っていうのをね、そう、それをやる時、開催してる時もあるんですよ、はい、うん、あの会場に集まってくれたお子さん、そして大きなお友達にも参加してもらって、みんなでこんな感じで、そう、お手玉と一緒に楽しんでいただいてるというわけ、はい、うん、おー、うまい、おー、おー、できた、え、なかなかこんな最初からうまくできる人いないな、なかなかいないぞ、いないいない、初めてかも、やばい、ガチでうまい、あれ2代目2代目、ね、修行2代目お手玉、うん、まあ できたらもう、たまたまだ、そう、なぜうまくいったかって、せーの、たまたまだ、また逆になった、まあ2代目は左から行くと、左から、はい、いいですか、2代目は左から、OK、左から行くと、2代目はね、え、これ、楽しいですね、楽しいだろう、楽しい、できると楽しい、楽しくお手玉を身につけることができる、この2個玉、どん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 流行らせていきたいと思う、よろしく、これ、売ってないんですか、いい質問だ、いい質問、さすがね、MC、申し訳ないです、さあ、2個目答えてあげてくれ。これは今後の展開として、はい、販売を視野に入れていると言っていいでしょうか、プロデューサー、はい、OK で言ってましたグーのサインが出てから OK が出ました、はい、ね、なんか結構やっぱ体験した方が、はい、やっぱ欲しいみたいな方がね、欲しい欲しいいらっしゃって、うん、はい、で我々もね、どうしようかなんて、そう、はい、そんな話を盛り上げてるところだから、はい、うん、ちょっと今後の展開としてはちょっと発売という感じで、うん、
はい、皆様のお手元にも届くような形にしていきたいなと今後思っておりますので、どうぞよろしく、はい、よろしくお願いします。なんか3つでやっぱやりたくなります。どん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 なんか、はい、そう、上を次どん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 チャレンジ1個から2個みたいな、そう、その通り、そうなんです。最初は1個から遊んでもらって慣れてきたら2個、3個、3個と、うん、どんどん難易度を上げてもらって、はい、どの技ができるようになったかっていうね、みんな楽しんでいただきたい、うん、これあれですね、もっとなんかいろんな技あるんじゃないかって知りたくなりますね。お手玉のあるんですよ。あるんだ、あるんですか、うん、あるんだ。これは1個のこっちのバージョンか、うん、はい、うん、まだまだあるんだ、ちょっと見てみたいな。お手玉クローキャッチ、さっき見せたけど、ここを1回転くぐらせてるっていうのが、おお、鮮やかな手つき。本当何も知らされてなかったですからね。私私動揺が見られますね。すごいガチレクチャーだ。おおすごい、おお、かっこよさが違うな、やっぱり2代目だ。決まりました。せーの、たまたまだ。今度は右から行きました。コラボ技みたいになっちゃってる。いや楽しいですね。いい、うん、すごい。お手玉クローキャッチ覚えておいてくれ、うん、まあ、今後これは販売される予定ってことですね、はい、ぜひその時もまたインスタとかツイッターとかで、はい、ツイッターでお知らせしていきたいなと、はい、お手玉と検索していただければ、はい、ホームページでも検索、ホームページもあるんですね、はい、なるほど。これはぜひ欲しいですね。続きショーのご依頼も本当お待ちしてます、ね、いろんなところで、ね、はい、これからショーやっていきたいなと思ってるんですよ、やっぱり、ね、後ろに、はい、こちらですね、新しくなってますので、株式会社、はいはい、スマイルエンターテインメントさんということで、はいはい、所属所属先がいいのか出てきましたね。はい、検索していただければ、はい、こちらで検索していただければと思います。それではですね、お手玉マンの今後のちょっと活動ですとか告知がもしあれば、はい、お聞かせいただきます。まあ、まず動画の方を先ほども申し上げたけども、はい、どん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 アップしていくので、皆さん、あとインスタ、ツイッターのフォローの方もよろしくお願いいたします。お願いいたします。お手玉マンでひらがなで検索していただければ OK でございます。はい、さあ、そして先ほども申し上げた通り、どん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 ショーの方もやっていきたいと思いますので、あ、出てこない、ね、先ほどの連絡先ね、先ほどの連絡先、こちらの方にどん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 皆さんコンタクトの方をよろしくお願いします。はい、なんか直近のイベントとかってもう決まってらっしゃるんですか。まだ決まってないんですよ。あ、なるほど、これ、まあ、マスクが、ね、リニューアルしたばかりできたばっかりなんですよね。、うん、このマスクになったのって今年、はい、去年、いや違う、年末もうずっとデザインはずっと考えて、うん、ミーティングは重ねていたんですけども、あと少しずつマイナーチェンジをしていく中でここのここにたどり着いたという、はい、そうですね、まあ、今月ぐらいからだな、はい、今月ここにたどり着いたというわけだ、うん、なるほどですね。そう、なので新しくリニューアル始まったばかりの また出てきましたね。また出てきましたね。でもどんどんパワーアップしていくじゃないですか。そうです。マスクとか衣装とかもどん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 やっぱ力つけるたんびに変わっていっても、うん、楽しみですよね。いやいやいや、子供の憧れですから、うん、玉がどんどん増えちゃったりして、また最終的に玉だらけ、玉だらけ、玉だらけ、もう最後1個でいい。まとめたものを1個まとめたものになるかもしれない。さあみんな楽しみにしててくれ。はい、今後の展開を楽しみにしていてほしいなと思うんですけど、まあ、随時もお手玉で検索したらもういろんなところでチェックできるんですよね。すチェックできますのでどうぞよろしく、はいはい、うん、今までの過去の動画とかお写真も多分出てくるかなと思います。そうだな、こっちの方の初代のお手玉もどんどん出てくるかな、はい、初代も見てみたいですね。初代もね、なかなかすごいぞこれは、うん、すごいですか、うん、すごい。なぜか初代の場合は顔全部覆われてただろう。ああそうですね、そう、はい、うん、なかなか今の方がなんかフリーな感じになった。なるほど、開けている感じがする、うん、やりやすくなったと、やりやすくなったと言っていいのだ。生まれ変わった甲斐がある。結構時間がですねもう楽しくてあっという間に過ぎてるんですけども、もう過ぎちゃったのか。これなんかね、あの弱点はシークレットだなんて書かれてるんですけど、思いっきりさっき言っちゃったじゃん。尖ってるものが苦手だ。尖ってるものが苦手っていうこと、うん、そうだろ、うん、尖ってるものが苦手だから悪玉王のあの三角のね、そう、あの槍ですね。尖ってるわけだから、なかなか苦手だ。悪玉王はもう弱点分かってるわけなんですね。そうなんだ、なるほど。逆に悪玉王は尖ったものが好きなんです。なるほど、なるほど、うん、あとは笑顔を奪うのが大好き。正反対なんだよね。正反対だね、正反対、うん、水と油だ。
古いですね、例えがちょっと昭和ななんか例えがさあ、あとちょっと1分弱ぐらいでございますけども、はい、最後に何かこうお伝えしておくこととかございますか。さあ、じゃあ今日はみんな一緒に覚えてもらおうかな。はい、いくよ、せーの、たまたまだって言ってまだ1分以上残ってるとどうするニコネーにもないあ、ニコネじゃあたまたまだみんなでやってみます、はい、みんなでちょっとやってみますか。じゃあ右から右からね、せーの、たまたまだ。このポーズを覚えていただくとショーが楽しいかなと思います。あとはあの最後歌ってらっしゃったんですけど、はい、その歌の振りもね、そうです、そうです、すごい楽しかったんで、はい、シンプルだと覚えてくれ、はい、うん、子供たちも喜んでこうやるかなと思います、はい、ショーの最後に、うん、やっぱ歌はあるんですね、はい、歌はあります、はい、テーマソングも歌いますので、この振り付けをみんなで覚えたら楽しく、はい、より楽しく見てもらえるかなと思います。そうですね、はい、いやもう本当に今日楽しかったです。ありがとうございます。お手玉マンという世界を知れてもう良かったです。もうヒーローに出会えた感じですね。なんかミッチとの遭遇みたいな感じになる。ミッチとの遭遇ではない。ヒーローに出会えた感じです。ヒーローがマイク握ってこうやって喋ることがなかなか珍しいな。なかなかこんな親近感あるヒーローないですか。なかなかない。そうですね、うん、より親近感になりましたから、はいはい、ありがとうございます。ありがたいことです、はい、ありがとうございます。それではミカさん最後お願いします、はい、今夜の千住でクロスエンタメライブはいかがだったでしょうか、はい、この後は20時30分から千住でクロスシースタジオをお送りいたします。どうぞお楽しみに、はい、またご覧の皆さんにこの CWEB チャンネルの登録もお願いいたします。はい、あの本当に生でぜひ見ていただきたいですし、体験もしていただきたいと思いますので、今後の活動も目を離さずよろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いします。本日のゲスト、お手玉ファミリーの皆様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの番組はまた来週、さよなら。